冒頭深々と頭を下げた野々村議員、その直後記者らに異例の要求をする。それぞれいただけますでしょうか。それ後でも構いませんか。終わってからでもいいです。今いただけますでしょうか。質問に過去つけた、暴言や動画というような形で私が怖いなと感じた時点でこの記者会見は、打ち切りさせていただきますので、何卒、平常心を持って、質問を、していただきますようにお願い申し上げまして、やっと県民の皆様に認められて選出された代表者たる議員であるからこそ、本当にこうやって報道機関の皆様にご指摘を受けるのがもう本当に辛くって、誰が投票しても一緒や、誰が投票しても、じゃあ俺が立候補してこの世の中をこの世の中この世の中を変えたい、その一心で一生懸命訴えて、西宮の縁もゆかりもない西宮市民の皆様に選出されてやっと議員になったんです。ならないように、記者の皆様にご注意申し上げましたのに、自分自ら感情的に なりましたことまずここでお詫び申し上げて、誠に感情的になって申し訳ございませんでした。